本当に初めて来たんだね。ええ、電車にも乗ったことはないわ。なんだかちょっと信じられないよ。そうなの？電車ってそれだけ人気ってことなのかしら。それもちょっと違うかな。なの、早く電車に乗りましょう。あ、ちょっと待って、電車に乗るときはこの改札っていうのを通らないといけないんだよ。これを通ればいいのね。そうしたら私はジャンプで通ってみるわ。心ちゃん、そうじゃなくって、改札を通るには切符を買うかカードでタッチしないといけないんだよ。すごいわ、カノンって本当に何でも知ってるのね。そうじゃなくて、多分心ちゃんが特別なんだと思うよ。あの心ちゃん、私はこういうカードがあるんだけど、心ちゃん持ってないよね。そういえば黒い服の人に何か渡されたわ。カードといえばカードと言えるかもしれないわね。ちょっと見せてくれる？もちろんよ。はい、かな、これよ。多分これなら大丈夫そうだね。これで改札の機械にタッチすれば電車に乗れると思うよ。ああ、これで私も電車に乗れるのね。今日はとっても素敵な日だわ。そんなに嬉しいんだ。それじゃあカノン、早速私にお手本を見せてくれる？お手本っていうほどのものじゃないけど、改札の機械のこの部分にカードをタッチするんだよ。ちょっとやってみるから見ててね。カードをこうやってね。これで改札を通れたから、あとは電車に乗るだけ。カノンはまるで魔法使いね。カードでタッチしただけで門が開いたわ。これはそういう機械だからね。それじゃあ心ちゃん、今私がやったみたいにやってみてくれる？いよいよ私の番ね。私も今カノンがやったようにやってみるわ。機械のそこの丸くなってる部分だよ。そこにカードをタッチね。わかったわカノン。えい、見て見て、すごいわ、門が開いたわ。おめでとう心ちゃん。あら、カノン見てくれる？この画面みたいなところに何か文字が出てきたわ。あ、それはカードの残金が出てくるところだよ。このカードに残りいくら入ってるかが。カノン、早く電車に乗りましょう。次はどこに行けばいいのかしら。表示に鶴巻家って出てる。そんなことってある？こんにちは、猫さん。こんなところでぼんやりして何をしているの？あら、大きなあくびね。退屈なのかしら。それなら、私が楽しいお話を聞かせてあげるわよ。どんなお話が好きなのか教えてちょうだい。あ、もしかしてあなたもこの子とおしゃべりをしに来たの？この子？この子はこの子よ。このぼんやりしてる猫さんに決まってるじゃない。私はこの子を笑顔にしようと思ってお話ししていたのよ。どうしてそんなことをしているのか？それはね、この前カノンがペンギンさんを笑顔にしたの。それってすごいことよね。だって動物を笑顔にしちゃったんだから。だから私も動物を笑顔にしようと思ったの。人間だけじゃなく動物まで笑顔にできたら最高だと思わない？これからのハロハピはどんな生き物も笑顔にしていくのが目標よ。カノンのおかげで新しい目標ができて嬉しいわ。あなたも応援してくれるのね、ありがとう。それじゃあ
まずはこの猫さんを笑顔にするわよ。あれ、いないわ。まだ笑顔にしてないのに、どこに行っちゃったのかしら。え、話してる途中でいなくなっちゃったの。カノンみたいに動物と仲良しになるのは難しいわね。でもまだまだ始めたばかりだもの。諦めないわ。それじゃあ猫さんの代わりに、あ、こっちにはアリさんがいるわ。あなたも笑顔に